千葉親種は、下佐の戦国大名で、千葉市の第26代当主、宮見。第25代当主、千葉利種の着難とする説と、第24代当主、千葉正種の四男で、利種の死去時に、他の兄弟が竹を継いでいたために、千葉市に残っていた親種が、着手の扱いを受けて、家督を継いだとする説がある。妻は、尾崎殿。1547年。 父の死去により後を継ぐ。しかし、幼少のため、実験は、親御北上氏の立場にあった家臣の原種木を種貞夫氏に掌握された。そして1555年に元服を行うことになったが、同年10月に、正さと木持が千葉に攻め込んだために慣例となっていた11月もちびに開くことができず、同年12月23日に行われている。家臣の原種木を、 種貞だ不死の戦王に不満を抱いた親種は藩後、北条氏の立場に立ち、同じく藩後北条氏の立場にあった小学坊の足利、春氏と手を結んだ。しかしそのために、北条氏康の信仰を受けて捕らえられ、家督を、叔父の会場種富に譲渡させられた上で遊兵される。そして1557年、暗殺されてしまった。年暗殺犯は、一般的には、 北条氏康安と言われているが、近年では、原種貞あるいは同族で、種清と県政を競っていた、原親三木が氏康安の内諾を得た上で暗殺した、ものと言われている。桜市の海隣寺にある、海隣寺中世石塔群の石塔には刻まれた、名文から親金の菩提を弔ったものも含まれる。また、香取市の久保神社には、江戸時代初期の千葉市当主、 千葉さだつぐが描いたとされる親種像が伝えられているが、その背景には、親種の怨霊を恐れたからとする説がある。ありがとうございます。